はい、どうも皆さん、こんばんは。Nボーイでございます。本日のお話はですね、成田蓮選手に関してのお話をね、していこうと思うんですけど、まあ、成田選手といえばね、もちろんこのハウスオブトーチャーに、まあ、電撃加入ですよね。海野選手を裏切って、電撃加入したことがね、非常にまあ話題になっているわけではあるんですけど、今回ですね、まあ、我らがトースポさんによってですね、ついに、成田蓮選手がね、ハウスオブトーチャーにまあ加入した理由というのをね、語ってくれたわけではあるんですよ。で、まあ、トースポさんの記事によるとですね、成田選手というのは、まず、ハウスオブトーチャーに入ったのは、そのハウスオブトーチャー側から、おい、成田お前こっち来いよって誘われたわけではなくて、自分からハウスオブトーチャー側に、ハウスオブトーチャー入れてくれよって感じで、まあ、その自分からこう申し出た、ということらしいんですよね。で、この成田選手が言うには、まあ、ストロングスタイルもね、令和闘魂三銃士も、これの周りに来るやつは、ドイツもこいつもクズばっかりで、ヘドが出そうだったと。もうつくづく自分が組む相手は自分で見つけないとダメだなと思ったよと。もうレスラーとしてもっと上目指して真のね、正統派スタイルを求めるのは当然のことだろうということをまあ言ってると。はい、まあ成田選手の周りにいた、まあ、ストロングスタイル、まあミノル選手とかデスペラード選手、あと令和闘魂三銃士、まあ、辻選手とか、海野選手とかも、そんなやつら全員クズであると。もう本当にヘドが出そうであるということを、成田選手はまあ言ってると。で、やっぱこのままだと、もう自分と組む相手っていう、まあ、自分の周りに来るやつっていうのは、なんかもう勝手にこうね、やっぱなんか勝手に来るやつはみんな来るばっかだから、やっぱ自分でこうね、自分が組む相手は自分で見つけないといけないということで、まあハウスオブトーチャーに加入したと。はい、そしてですね、これイービル選手というのも、成田選手のこの潜在能力には、かねてからこう目をつけてね、いたみたいで、まあ、イービル選手というのはですね、ようやくね、正統派で勝負したいと決めたんだろうと。まあ、もともと、こいつはね、こっち側の、人間だって思ってたんだよと。俺は、まあ、サン・オブ・ストロング・スタイルの頭文字が、あいつが出している SOS。はい、まあ、これ、サンが S で、オブが O で、ストロング・スタイルが S の SOS だということに、気づいていたという風な、いや、これマジでイービル選手のコメント面白すぎんだろと。サン・オブ・ストロング・スタイル、まさかの SOS という意味だったということを、まあ、イービル選手が言うと、なるほどね。これはちょっと僕もね、びっくりしましたね。そんなのよく気づいたなと。そして、まあ、最近こうね、ハウス・オブ・トーチャーが、まあ、その勢力拡大にね、成功していることに関しても、イービル選手っていうのは、いや、そんなんもう自然の流れだろうと。トップチームである俺たちにね、入りたいっていう仲間が増えるのは当然のことだろうと。そして最後にですね、成田選手というのはもともとね、組んでいた海野選手に関しては、まあ、ほんと痛烈なダメ出ししてまして、まあ、最後に成田選手っていうのが、まあ、海野選手に対してね、入場も技も見た目も何もかも他のね、誰かの真似だし、何のオリジナリティもないと。もう裏切ることは最初から決めていたとはいえ、あんなコピーレスナーと一緒にいて恥ずかしくて仕方なかったよと。お前の悪影響で会社までね、令和闘魂三銃士なんて言い出していい迷惑だったよ本当にと。いうことを、まあこれ言ってるんですけど、僕ね、この成田選手の発言って、まあもちろんその海野選手に対して、まあその入場も技も見た目も何もかも、他のまあコピーであると、オリジナリティがクソもないと、まあ入場と技、まあ師匠の、ジョン・モクスリー選手で、見た目はまあ棚橋宏選手のことを言ってると思うんですけど、まあこれって僕正直成田選手、結構その過去の自分自身に言ってることでも、まあ、あるかなっていうふうに思うんですよ。その、まあ、今ちょっと柴田選手と言っちゃったんですけど、その、成田蓮選手っていうのも、その、凱旋当時って、まあ、見た目まんま柴田選手で、技もまあ、まんま柴田選手。で、入場の仕方も、まあ、柴田選手って感じで、その、まあ、完全なる柴田勝頼のコピーって、言われ方を、まあ、していたんですよ。多分、そんないうふうに周りがすごい言うことを、成田選手はおそらくすごいやっぱ嫌だと思うんですよね。その、当時は、なんかすごい周りに怒
ってるけど、特にその言葉とか表情を、変えない感じだったんで、成田選手がそんな怒ってるとか我々には伝わってこなかったんですけど、まあ、今回のこの発言見たら、やっぱ成田選手ってその当時のその柴田選手のコピーって言われてたことに関しては非常にやっぱり、まあその何ですかね、気にしてるというか、まあ、腹が立っていたのが、まあわかるかなっていうふうに思うんですよ。だからそれで過去の自分と重ねて、なんか今の海野っていうのも、そのジョン・モクスリーとか、棚橋博士の真似ばっかで、お前過去の俺と一緒じゃねえかよって感じで、まあ一種のこう毛嫌いというか、まあ嫌いな自分を見てる鏡のような存在の海野選手に非常にやっぱり、まあ嫌気がさしてるのかなっていうふうにはちょっとまあ個人的にはね、思ったりもしているんですけど、まあそんなわけでね、成田蓮選手というのはまあハウス・オブ・トーチャーに、まあ加入したわけなんですけど、まあ、ちょっと最後にね、じゃあ果たして成田蓮選手がハウスオブトーチャーに加入して、正解だったのか正解じゃなかったのかの話をしようと思うんですけど、まあ、これはもちろんね、結論から言うとですね、答えなんてないんですよね。これはもちろん人によって意見は変わりますし、そもそもまだ成田選手って入ったばっかなんで、まあ、本当にこれからなんで正解不正解はわからないと思うんですけど、まあ、その僕が成田選手ハウスオブトーチャーに入って、まあ、試合もして、まあ、本当に短い時間ではあるんですけど、試合もして、あとは何回かこう海野翔太選手を襲っている時とか、あとはバックステージの様子見てると、まず思うのがすごいやっぱね、成田蓮選手ね、生き生きしてるんですよ。そのハウスオブトーチャー入る前に成田蓮選手って、まあ一応なんか正統派ではあるんだけど、まあ全然その表情を変えない、それこそずっとこう険しい表情をしたりとか、あとまあ一応ベビーフェイスではあるんだけど、何か分かんないけどすごい怒ってると、常に誰かに対してすごい怒ってると、でもなんで怒ってるのかよく分かんないっていう風な、まあ、感じだったんですよ。で、しかもなんか見た目も柴田選手だから、まあ、柴田選手の劣化コピーみたいな言われ方したりとか、まあ、お前柴田似すぎだよ、オリジナリティが必要だよみたいな言われ方をして、まあ、そのやっぱ令和闘魂三銃士の、海野選手とか辻選手と比べると、やっぱりどうしても 2,3 歩、まあ、劣っているイメージはあったんですよ。まあ、それでも、やっぱそのストロングスタイルっていうね、まあ、新日本プロレスの象徴的な言葉を背負っていたんで、まあ、時間はかかるにしても、今後、今後ゆっくり着実にね、伸びていくのかなっていうふうにも思っていたんですけど、ただやっぱりそんなことを言ってられませんと。私もう新日本プロレスはもう世代交代って言ったりもしてるんで、もうそんな悠長なこと言ってやれませんよと。もう10年何年も5年も10年も待ってやれませんよと。私は今すぐ変化が欲しいんですと。そういうことを考えたときに、やっぱりそのハウスオブトーチャーというグループは非常にこの賛否分かれているわけではあるんですけど、まあ非常にやっぱ伸び伸びできますし、やっぱヒールっていう存在は基本的にやっぱ言っちゃいけないこととかあんまないんで、やっぱベビーフェイスだったらなんかここはやっぱそのベビーフェイスとしてね、一段目とかそういう境界線にあるんですけど、まあヒールって基本的にその悪口全然言っても OK ですし、まあ相手のことをもうこき下ろしてもいいですし、まああんなクズ野郎とか、あんなやつ引退しろとか、もう死んじまえとか、そんなこと言っても全然やっぱりヒールっていいんで、まあやっぱ自分の表現をしやすいってすごいしやすい環境だと思うんですよ。で、しかもハウスオブトーチャーってめちゃめちゃ今嫌われてるグループでもあるんだけど、一方で、すごいこう伸びてきているグループでもあるんで、やっぱそういうところに成田選手入ったことによって、まず表情がすごい生き生きしてると、なんか本当に久しぶりに、成田選手が笑っているところを僕見ましたし、まあコメントとかもね、本当になんかそのイービル選手のなんか魂が乗り移ってる感じもするんですけど、まあ本当に饒舌に喋っていると、もうハウスオブトーチャー入る前は本当全然成田選手喋んないんですけど、ハウスオブトーチャー入ってから成田選手はすごいこうね、喋ってますし、あと海野選手をこう襲撃した後のまあニヤリ顔とかも非常にやっぱこう板についているというか、まあ本当なんか逃走中のね指名手配犯が写真撮られた時にニヤって笑うみたいな、あんなそんな感じの表情で、まあ、ちょっとまあ狂気じみたサイコパスじみている、まあ、にやり顔ではあるんですけど、非常にやっぱその顔っていうのも似合ってるんで、もともとやっぱ成田蓮選手ってヒールすげえ似合うんだなっていう風に僕はハウスオブトーチャー見て思いましたね。翔選手なんかはなんかこうなんですかね、逆にハウスオブトーチャー入る前はすげえニコニコしてる好青年だったのが、一気にこんなね、なんか今はなんか結構あれなんですけど、まあ、そのヒールになったことによって非常にこうね、
ギャップで驚いたんですけど、成田選手に関しては正直そんな違和感ないなっていうか、なんかもともとこんな人だった気もするなっていうぐらい、成田選手も非常に馴染んでるんで、やっぱ成田選手にこうヒールの素質はあるんじゃないかなっていうふうには、ちょっとまあ、まだあの試合内容はほとんど見てないんで何とも言えないんですけど、まあその表情とか雰囲気とか佇まいだけでは、僕は非常にヒール似合ってるんじゃないかなっていうふうに思います。で、あとやっぱり、こちらまあ辻選手も言ってたんですけど、まあ同期ですよね、その海野選手、辻選手、あと上村選手、成田選手が、まあほぼほぼ同期の関係だと思うんですけど、やっぱここの4人っていうのは、やっぱその、なんですかね、それぞれが、違う色を出すべきであると。で、やっぱ海野翔太選手が、その、本体として光、完全なる光ですよね。それこそまあ、棚橋宏選手みたいな、まあ光に全振りするんであれば、辻選手というのはまあロスインゴという、まあ本当光と闇の中間ぐらい、まあちょっと光寄りではあるんですけど、まあそういう中間に位置すると、まあ制御不能、本当にまああのオーラはある、オーラがある感じで、なんか裏番長的な感じで、辻選手が中間に立つと。で、まあ上村選手もちょっとあのまだ方向性決めかねてる感じはするんですけど、まあ上村選手もどっちかっていうと中間のちょっと、光寄りですかね。で、やっぱそうなると、やっぱこの成田選手もじゃあ本当に海野選手と一緒に組んでたら、まあそれもやっぱ光になると思うんです。まあちょっと闇寄りの光かもしれないんですけど、やっぱそうなると、その令和闘魂三銃士全員が、まあだいぶこう光寄りになっていると、そのやっぱ差別化もできないですし、あとやっぱ光寄りの海野選手と組むと、やっぱどうしても海野選手の方が目立つんですよね。で、成田選手ってそんなに表情豊かでもないし、コメント、成田、あの海野選手みたいな熱量で SNS とかね、バックステージコメント発言するわけでもないんで、まあ、どうしても海野翔太選手と、まあ、その方向性が似てしまうと、そっちに隠れてしまうということからも、まあ、これはもう今令和闘魂三銃士に闇に振り切った、パターンっていないんで、もうそこに行ってしまうと。で、やっぱ今の新日本プロレスにおいて、まあ闇に振り切ってるっていうのは、まあバレットクラブかハウスオブトーチャーだと思うんですけど、まあバレットクラブはなんだかんだやっぱその外国人にいるってこともあって、まあその言葉の壁もあるでしょうし、なかなかこう、普段からずっと活動できるわけではないと。で、一方のハウスオブトーチャーっていうのは、まあ基本あの興行フル参戦してますし、なんだったら自分たちが試合ない試合でも来てるぐらい、今非常にこう活動率が高い、ハウスオブトーチャーグループなんで、まあこの闇に振り切るんであれば、まあハウスオブトーチャーに入るという選択は、まあ、非常にいいと思いますね。で、まあ、そのハウスオブトーチャー自体も最初は本当散々な、まあ、言われ方していたんですけど、最近になってきてやっぱちょっとずつこう評価が上がってるなっていうのが、まあ、僕もちょっと肌で感じてるんですよ。なんかハウスオブトーチャー確かに悪いけど、すごいなんかその毎回ねみんな乱入してくるし、あのなんか盛り上げようとするし、ハウスオブトーチャーいいじゃんみたいな、もともとハウスオブトーチャーそんな好きじゃなかった人たちからもそういう声がちょこちょこ聞こえ始めているんで、まあ、ほんとこれから来るグループに、今からこう入って闇として活躍していくって選択肢を選んだ成田選手は、まあ、僕はやっぱね、いいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、成功とはね、もちろん断言できないんですけど、選択としては非常にいいんじゃないかなっていうふうに思いました。少なくともあのまま、そのストロングスタイルにいて海野翔太選手のタッグパートナーとしてやっていくよりかは、今の方がやっぱ成田選手、間違い、今の方が、まあ、成田蓮選手的にはやっぱ非常に目立つし、あと伸びしろがあるのはとは思いますね。ただまあ本当にまあ結構ハウスオブトーチャーとかは特にそうなんですけど、まあ本当になんですかね、もうハイリスクハイリターンというか、もう本当に一気に化ける可能性もあるし、逆になんかもうどんどんこの落ち込んでいく可能性もあるんで、まあそこは本当に成田蓮選手次第かなっていうふうに思います。ハウスオブトーチャーっていうグループに入ってから、もちろん成功できるなんてことは全くないんで、ハウスオブトーチャー入って、じゃあ成田蓮選手個人が一体どういうね、色を見せていくのかと、どうやって存在感を出していくのかというところがやっぱ非常にこう大事かなっていうふうには思いますね。ただ現段階においては間違いなく、まあ令和闘魂三銃士において唯一一人だけ完全なる闇に振り切ったんで、まあやっぱそういう意味では非常にこう目立つというかね、差別化ができてるんで、今後成田蓮選手非常にね、期待したいかなっていうふうには思っております。というわけでね、今回のお話は以上になります。また次回の動画で会いましょう。以上。